富岡貞都市3月8日から1970年12月7日は、日本の海軍軍人、家族。最終階級は、海軍少将。男爵。1897年3月8日、広島県江田島に、父、富岡貞安海軍中将の長男として生まれる。本籍は松城。江田島の海軍兵学校附属小学校のつぐみち、小学校。 高千穂中学校を経て、1914年9月10日、海軍兵学校45期に入校。1917年7月、父の死去に伴い男尺を就職。1917年11月、海軍兵学校を卒業。父の死去で試験を受けられず、卒業席時は20番であった。卒業と同時に、小位候補生として、 練習艦隊近海公海に出発。1918年3月2日、練習艦隊演養公海に出発。1918年7月11日、総甲巡洋艦、阿蘇乗組。8月1日、海軍省委任艦。阿蘇の陸戦大将隊長として、ニコライフスクの警備にもあった。1919年5月10日、朝日乗組。 12月1日、海軍水雷学校普通科学生。1920年5月31日、海軍法術学校普通科学生。12月1日、中尉人間、スオの陸ク九1921年12月1日、萩の陸ク九1922年12月1日、海軍大学高校海学生。百二十三年十月十五日、 駆逐艦保府公会長心得県分隊長心得。12月1日、海軍大員任官、保府公会長県分隊長。1924年9月12日、立風公会長県分隊長。12月1日、給油艦シリア公会長。1926年12月1日、第二艦隊参謀県副艦 1927年5月14日、駆逐艦、松駆逐艦長。1927年6月10日、県駆逐艦、杉駆逐艦長。12月1日、海軍大学高校衆27期を主席で入学し、1929年11月27日、主席で卒業した。1929年11月30日、海軍少佐任官。 フランス駐在。1930年2月7日、国際連盟海軍代表図印券、軍令部参謀。1931年12月9日、ジュネーブ軍縮会議全県員図印。1932年6月1日、帰国。1932年11月1日、木ヌガ公会長見分隊長。 1933年3月25日、横須賀鎮守府付。5月23日、軍令部出資券一般一家参謀。10月1日、軍令部出資券一部一家部員。1934年11月15日、中佐任官。1935年11月15日、第七戦隊参謀。1936年11月2日。 軍令部出資県海軍省出資。12月1日、海軍省人事局第一課局員。1938年11月15日、大佐任官、県軍令部出資、県海軍省出資。12月20日、第二艦隊主席参謀。1939年11月1日、海軍大学公共館着任。富岡は、 戦略物資の研究に励み、米の需要を満たすためには、南部通印が必要であるとの結論に至る。戦術に偏りがちであった、海軍軍人の中で、戦争研究に着目していたと評価する者も,もいる。1940年10月7日、軍令部一部一家出資。1940年10月15日、軍令部一部一家長。 県大本営海軍部参謀、県参謀本部部員、県大本営陸軍部参謀。富岡によれば、課長に内命された際に再三その任ではないと、人事局に抗議したが、どうしてもお前がやれと言われたため就任したという。物資や船舶を担当する、軍令部第四課長、栗原悦造の会議出席を阻止したり、石油貯蔵量の情報操作を行うなど海軍。 国防政策委員会第一委員会の中でも石川慎吾と並ぶ対米強硬派だった。日米戦争については敵に大損害を与えて勢力均衡を勝ち取りだ協点を見出し、日本が再び立ち得る余力を残したところで講和するという考えで講和に対する裏付けはなくドイツの優勢によるバランスできっかけがあるだろうという希望を持っていたという。 1941年12月、太平洋戦争開始。富岡は、第一弾作戦において、山本56連合艦隊司令長官の希望する、ハワイ攻略については、確保が不可能という判断から賛成できず、海上交通破壊戦を一層強化することによる、イギリス屈服手段を重視していたという。第二弾作戦計画では、ハワイ攻略について、 3話義勇連合艦隊参謀は、富岡、上重徳軍令部主席参謀と1942年10月をめどと話すが、富岡はハワイ攻略には反対だったという。ハワイ攻略を目指す連合艦隊が求める未作戦と同時に、アリューシャン方面の米軍進行阻止を目的としたエール作戦を軍令部が加えた件に関して、 富岡はミッドウェイ作戦の戦術的牽制にもなるだろうと考えたと回想している。未作戦とは別に軍令部では米豪分断のためにフィジーサマー方面に進行する FS 作戦を計画していたが戦後も富岡は実現できなかったことに今でも心残りがしていると語っている。1943年1月20日大淀艦長 1943年8月29日、南東方面艦隊司令部付9月1日、南東方面艦隊参謀副長。1943年11月1日、海軍少将に進級。1944年4月6日、南東方面艦隊参謀長兼第11、航空艦隊参謀長。1944年11月7日、 軍令部出資。12月5日、軍令部一部長兼、大本営海軍部参謀着任。軍令部参謀のチョコ力平大佐は、富岡少将は、万人が認める、人格見識ともに優れた、作戦以下と表している。台湾、沖縄を視察した際、台湾防衛は、自信を持ち得ない、沖縄戦場のみが、 先制挽回を作詞うる決戦場であるとの確信を得て、沖縄方面航空決戦に強い意向を持つようになる。1945年4月、連合艦隊参謀、神重徳は、戦艦大和による海上特攻に関する事前許可を取りに来たが、富岡は、この案を持ってきた時私は横槍を入れた。大和を、 九州方面に陽動させて、敵の機動部隊を釣り上げ、基地航空部隊でこれを叩くというなら、賛成だが、沖縄に突入させることは反対だ。第一燃料がない。本土決戦は、望むところではないが、もしもやらなければいけない情勢に立ち至った場合の、官邸燃料として若干残しておかなければならない。 ところが私の知らないところで、小沢寺三郎軍令部次長のところで承知したらしいと、話している。終戦が迫ると、軍令部次長、大西滝次郎中将は、軍令部で会議を開き、午前会議をなるべく引き伸ばし、和平派を説得する工作を立てた。富岡は、及川小四郎大将を説得する割り当てになった。出発前に富岡は、 作戦家部員に、私は、天皇陛下のご聖断に従うつもりである。もし、私と異なる、意見のものは、率直に言ってほしいと話したが、ほとんど応答はなかった。終戦時に自決した、大西次長は、遺書の中で、富岡に、ご補佐に対し審査数、総長閣下に、お詫び申し上げられたしと残した。幸福文書調印式に出席する。 富岡1945年8月終戦。富岡に詰め寄ってくる者もいたが、第二次大戦が終わると、必ず自由主義と共産主義つまり米ソの対立になる。その谷間に立ち直る機会ができる。幸いに民族は残った。そこから繁栄する新しい日本を育てようと説明して納得させたという。また、終戦を受けて、 高等を守ることを考えた、軍令部第一部長の富岡は、高等五次作戦を、豊田添江武軍令部総長と、与内三政海軍大臣から了承をとって、高松宮信人新郎から同意を得て、大金松次郎宮内次官と協議するように指示された。有力者、平泉清博士からも協力を取り付けた。大金は、具体策は海軍に任せた。かくう場所は、 土井和夫中佐から、熊本県後下層が提案された。1945年8月17日、軍令部で、富岡は、721空司令、岡村元春大佐と343空司令元、多実大佐に後続をかくまう、高等五次作戦を命令する。岡村大佐と、源田大佐で別々に人員を選抜し拠点の、構成を行うように指示した。 万般に渡って、横井と幸参謀長が面倒を見る、かくまう皇族を誰にするかは直前で決める、王女の可能性もある、期間は無期限のつもりの覚悟でと説明した。しかし天皇制存続が決まり、富岡も終戦から2年ほどして、作戦の解消を伝えた。また、1945年8月18日、富岡は701空司令。 江野義夫大佐に地下組織の結成も命じた。江野清は約3800人で立花の巡航隊を結成。これは天皇、国体に危険が迫った時決起してゲリラ戦に移ることを目的とし、全国12地区に分け支部長を置いて暗号通信の準備も行ったが、情勢の公転により自然消滅した。百四十五年九月二日。 アメリカ海軍の戦艦ミズーリで行われた幸福文書調印式には随印として参加。総長も次長もみんな出席するのが嫌だと断るので、富岡が出席随印となった。富岡は幸福するくらいなら死ねと叩き込まれた観念から本当に死ぬより辛かったと語っている。1945年10月1日、海軍省出資。 11月30日、予備役。12月1日、第2副院省大臣官房史実調査部長。資料調査会理事長を務めた。1947年に、公職追放となる。特許権に、実用新案件号を取得した、発明家でもあり、権利取得はしていないもののビニールさんも発案している。戦後の富岡1955年9月24日。 防衛庁顧問に就任している。富岡は2.26事件当時の海軍の資料を戦後も密かに所蔵し、没後の2019年に NHK スペシャルにおいて全貌2.26事件最高機密文書で迫るのタイトルでその内容が紹介された。ありがとうございます。